肘方久本大正7年11月4日は、日本の武士、政治家。英天は、聖二位、君一党白爵。陽名は大一郎。通称は、楠木左衛門。号は新山。天保四年、土佐藩上司、肘方久志郎の長男として生まれる。安政四年、江戸へ留学して、儒者、大橋突安の門に学び、尊能上一層に傾倒する。 帰国後、竹市随山らが結成した土佐金納党に参加。文久三年以後は判明により、京都へ上り、尊上派の画像であった長州藩はじめ諸藩の金納の志士と交流する。やがて過激白下、三条、耳の地具を終え、長州学習院出資を命ぜられたが、同年の8月18日の政兵により、長州藩と三条らは失脚死刑から追放される。 久本は、七教地に従い、三条や沢信義らと共に、長州へ下った。幕府による、第一次長州政党の際には、三条らと共に、九州へ都会し、太宰府に逃れる。同じ土佐老子の中岡慎太郎、田中光明や坂本龍馬らとも連携し、薩長同盟の仲介に尽力。馬官における、木戸孝義と西郷隆盛の会談を終戦する。 7教地から明治元年に至るまでの土方の活動は自らの日記、回転実記によって詳しく記されている。宮内寛大礼服に、君一等局実等課題受賞を着用した、晩年の土方明治維新になった後は新政府に仕え、明治元年には東京府判次、ついで陳衝府弁事に任命される。その後、宮内所有、内務、大輔、大城館内閣書記官長、 侍保、宮中古問官、元老院議官などを歴任。宮中職の履歴が多く、元田長谷や佐々木隆之、吉井友美らと共に、貢献新長を主張し、宮中保守派とも伏せられた。天皇新生運動は実現せず、明治14年に収束するが、明治17年には死者に助諭。明治18年の内閣制度発足に際しては、第1次。 伊藤内閣の農商務大臣として入閣。ついで明治20年9月、区内大臣に転じ以後11年にわたって職務に当たる。明治21年には大日本帝国憲法審議のために設けられた、数密院で憲法草案を喫する数密顧問官に任命され、中正派として立憲君主制確立のため君権を制限しようと、する伊藤博文らと論争した。 憲法制定後は、明治22年の吉人新能立大使令。翌明治23年の帝国議会発足。明治27年からの日清戦争などに際し、明治天皇を支える、宮内大臣として取り仕切った。明治28年白尺に昇尺。明治31年に、宮内大臣を辞し、田中光明に譲った。晩年は、提出制度調査局副総裁。 公天高級所長などを経た後、教育関連の仕事に従事、聖徳講話などを行い国民の教家に尽力し、国学院大学長、東京女学館長などを務めた。また、明治天皇が崩御し大正の世となると、臨時提出編集局総裁の職につき、明治天皇期の編纂に尽力した。大正7年、肺炎のため皇居、去年84、墓所は、 染めいぼチ。孫の久高が釈位を継いだが、演出家の道へ進み,進み進撃運動に熱中した末に、社会主義にも傾倒、昭和9年に釈位を取り上げられた。また、幼女の春子は七今日の一人だった、四条高歌へと次、老いの肘方久志公は彫刻家、民族学者となっている。日記、回転実記が残されている。ありがとうございます。